しんのすけの部屋。はい、いい加減髪の毛切りたくて切りたくてしょうがなくて予約の電話を入れたら担当の美容師さんが夏休み中でまだ切れてません。髪の毛伸びる一方でしんのすけでございます。今回の時事ネタは、はい、ヤマサネクストは人気キャラクターリオの新機種スーパーリオエースを発表したことで話題となっています。リオシリーズは萌えスロと呼ばれているジャンルですが、しんのすけさんにとって萌えの境界線はどこですか？ちょっとわかんないよね。萌えスロってやっぱりその何年前だろう、10年ちょっと前ぐらいに例えばそのハーレムエースとか、わかります？ハーレムエースって名機があったんですよ。あとキングオブカリブとか、あとはまあそのなんていうの、ちょっと女の子のデフォルメでいいのかな、言葉としてはデフォルメされた女の子キャラクターがその液晶上でパチスロに設置されている液晶上でこう可愛らしくね、ツインエンジェルなんかその最たる例だよね。ツインエンジェルなんていうのは、ああいうのは萌えだと思うんですけど、最近ちょっと萌えが分かってきちゃって俺も。俺はマドカは萌えじゃないと思うんだよね。やっぱりそのマドカの 2D キャラ、ちょっと二頭身ぐらいのってこう強固ね、あれは分かんのよ。あれが萌えなのは分かんの。なんていうの、その女の子の可愛らしい感じで、癒してくれるっていうことがおそらく萌えの定義だと思うんですけども、僕が考えるね。で前はそれに対してねすごい抵抗があった。でその抵抗があった理由って分かってて、萌えの前にエロがあったんですよ。そのパチスロの話ですね。萌えスロっていうのもが出てくる直前になんかねすごくまあ卑猥な言葉言いますけど、おっぱいを前面にアピールしたような、だから大股開きを前面にアピールしたような、そういう台がクローズアップされて、その時やっぱりそのパチスロは硬派であるべきだっていう頭があったんで、そういうのを見たくてパチスロ打ってるわけじゃないし、そういうのを見たければだってそういうとこ行けばいい話じゃない。それなのにパチスロにそれを持ってきてほしくないっていうのが、ね、頭があって、その流れで萌えスロっていうのが登場して、ちょっと嫌悪感があったんですけれども、今となっては例えばシンフォギアなんかも一つの萌えだと思うんですよね。翼さんでありキリちゃんでありっていうところがですとかね、心得よとかねいうのはものすごい萌えであり、だからいいですよね。癒しなんで、だから疲れてんだよ大丈夫ですか？しんのすけの部屋。さあ行きましょう。寝る前に必ずやること、シャープ200からです。七井さん、サブ基盤での抽選はタイマーで騒がれた際に禁止になった記憶があるのですが、いつの間にか解禁されているのでしょうか？また最近のスローメーカーが筐体を譲し合っているように見えるのは何か理由があるのでしょうか？教えてください。ちょっとねサブ基盤での抽選に関しては今僕疎くて、分かんないです、はい、解禁されてるかどうかが分かんないです。サブ基盤で抽選してるうんぬんっていうか、結局その辺の話って5号機の後半、特に6号機になってからはもう基盤の解析自体をしないんで、もう闇ですよね、僕たちユーザーにとっては。だからメーカーに行ってその辺の抽選どうなってんのかっていうのをやっぱ取材していかなきゃいけないんで、わかんないです、申し訳ない。でスローメーカーが筐体を融通し合ってるように見えるのは何か理由が、まあ見えるんじゃなくて融通し合ってますね。でもともとそのパチスロの特許っていうものをあるメーカーとあるメーカーが持っていまして、でまあ関係性っていうのがあるんですよ。あるメーカーとあるメーカーは仲良くって、あるメーカーはちょっとそのメーカー団体からちょっと派分長になってて、派分長って言い方悪いですけどちょっと関係性薄くてみたいな。で例えば太陽エレクとサミーが最初にこう、最初かどうか忘れたけど結構早い段階で筐体を融通し合ってたように、今だったらその半券なんかもね融通し合うようになったんで、まあお金ですよね、お金の問題、それが理由です。渚かおるさん、
先日はコメント拾ってもらって嬉しかったです。先日 6.5 億エコエリオンで一撃3600枚完走、 6.5 億打ちました。動画をすでに配信されている方もおられますが、有利区間が切れたら吸い込み分がリセットされるとは言われている配信者の方が見受けられませんでした。そこはメーカーに公言しないように言われてません。はい、それは知らないじゃないですか。別に言わなかっただけで、例えばその犬屋社なんかは何でしょうね、有利区間がどこで切れるか分かんないんですよ。もう完全に分かんない。で、サマイ数管理で例えば2600枚吸い込んでる台があったとするじゃないですか。どういう状況になっても、仮にそのちょっとごめん、まだ犬屋社は収録で初打ちを取っておいてあるんで犬屋社の細かいところのゲーム性は分かってるんだけど、その 50% の期待値終わったら 50% の期待値あるじゃないですか。あそこ抜けたとて、今までの 6.5 号機以前の6号機だったらそこで有力感切れたじゃないですか。そうじゃなくて何かしらの処理がなされてて、ちゃんと5000枚出るんですよね。2600枚吸い込んでる台だったら。それが犬屋社がその万枚突破率がちょっとおかしなことになってる一番の理由で、一方の、まあ、アクエリオンは切れたり切れなかったりするのかな。アクエリオンは散々打ってきてるんで、例えば隣で1500枚吸い込んでる台がバーンって跳ね出して結果的に3900枚一撃で出たっていうのは目の当たりにしてるんです。でも1500枚吸い込んでる台が1回初当たり引いて AT 終わって、で次の初当たりで2400枚でなぜか完走を迎えていたっていうことも確認してるんですよ。機種によって有力化の引き継ぎ云々っていうのが、まあまだ出たばっかなんて何とも言えないんですけれども、その機種によって切れ方がいろいろあるようなので、ちょっとそのあたりはしっかりチェックした方がいいと思います。はい、思います。少なくとも犬屋社はまあ綺麗に出る、だから増大もするしね、早く打たないと収録でっていう感じです。はい、川崎昇さん、オンラインサロンを開放されたようですが、いや、この人前もなんか質問くれたよね。今日が4月の30日。明日でもう閉めちゃいますんで、興味のある方はパチスロクラブね、概要欄に載ってると思いますんでね、もう今度いつ開けるか分かんないです。はい。僕と飲みたいとか、そういう方がいらっしゃいましたらね、あと僕のちょっとパチスロ感に触れたいっていう人がいましたら、ぜひともパチスロクラブお待ちしてますんで、よろしくお願いします。次、アジアの鉄人 DNA さん、向き不向きがあるんじゃないかとは思います。別に審査のせいで負けてるとは言いませんが、新風景を打ち始めてからめちゃめちゃ負けてます。 GX に行っても勝てないので出間が得られないのが大半の要因わーって書いてあって、ゲーム性は面白いですが勝負を考えるとやってられないのが現実です。私には不向きだと思ってますが、これから機種を紹介する上で向き不向きまで少し言っていただけると幸いです。これはね、鉄人 DNA さんは僕の動画全部見てないですね。はっきり言っちゃうと僕向き不向きはあるよってはっきり言ってますんで、はい。で、シンフォギアに関して言うと、最近僕向いてないです。不向きです。はい、この前も4頃4以上出た台で、トントンでした。はい、でその前は結構やられました。4万ぐらいやられました。ただ理由があって、シンフォギアを面白いとする最大の理由ですね、負けたら負けただけの理由が分かるんですよ。だから DNA さん不向きだって言っててね、GX に行っても勝てないので、もう分かってんじゃないですか。あなたが勝てない理由はこれですよ。 GX に行っても勝てないから勝てないんですよ、ね、でそれを持って不向きだっていうんだったらやめればいいし、で結局そこが面白いところなんですよね。他の台って、他の機種って、シンフォギア以外の多くの機種って負けた理由が、例えば設定がないからとか、お店に設定が入ってなかったからとか、そういう理由になってくるんですけど、ことシンフォギアに関してはもう DNA さん分かってますよね。 GX に行っても勝てないから勝てないんですよ。こんな分かりやすい台ないじゃないですか。逆に GX に行ったら勝つっていう状態になれば設定1だろうが勝つわけですよね。だからその勝因であり敗因でありっていうところが明確だから、シンフォギアは素晴らしい。で向き不向きはあると思いますんで、ただバイオリズムっていうのは絶対ある。もうずっと負けっぱなしなんてことはないんですよ。で勝ちっぱなしってこともないと思います。なんでそこをちょっと踏まえた上でちょっと向き合ってみるとまた面白いんじゃないかなっていう話です。はい、
はい、次ラストですね。ボーイの曲は全部歌える201からですね。野生爆弾さん、こんばんは。ボーイのスロットの件ネット記事で見ましたが、ボーイの往年のファンはパチスロかものすごくショックを受けてるみたいですね。やはりそういうもんです。なんか金儲けに走るとかなりたがるみたいで、だからそうやって周りがね言うからもう勝手じゃんそんなのよく、これやっぱ聞きたわ。よく漫画アニメの名作や歌詞などのパチンコパチスロ化で賛否両論ありますが、新さんはどう思いますか。そう、勝手なんだよ。この前それこそ森川ジョージ先生っていう初めの一歩の書いてる先生ね、であの方はすごいデジタル化に対してすごい明るい考えで、ね、あとはその版権に関してはでも、暗い考え でその辺の理由を聞いたんですよ。デジタル化はいいですよね。それこそ、理由が森川先生はコロナになって自粛生活が多くなったのを機に初めの一歩のデジタル化に OK 出したって言ったんですよ。素晴らしいじゃないですか。じゃあパチンコパチスロはどうですかって聞いたら、やっぱ原作が続いてる間は俺は出さないっていう考えだよねっていうお答えをいただいたんですよね。だからそのなんていうの、原作を書かれた方、考えられた方の勝手だと思うんで、別にそのみんな生きてる中でなんかちょっと道徳的な話になるけど、なんで生きてんのって、楽しいことするためですよね。楽しいことしたいからみんな頑張ってるわけですよ。仕事でありなんだったりっていうところでね、自分が仕事をして出来上がったものをパチンコパチスロ化しようが、例えば他の何かしらのコンテンツに売ろうが売る前が、そんなのは作った人の勝手じゃないですか。だからそれに対して賛否両論云々っていうのはちょっとその人たちの勝手だよね。またね賛否両論言う人たちも勝手だよね。うん、でまあ戻るけど、ボーイの往年のファンはまあ実際ちょっと、ああボーイもパチスロになっちゃったかとは思った。だから逆に再結成はないんだなっていうふうにも思ったし、その氷室さんでありっていうところの考え方に思いを寄せた時にね、そういうそのあれはあるんだけど、賛成反対っていうのはちょっと勝手だし、判決下ろす下ろさないも勝手だしっていうのが僕の考え方です。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。次回は髪の毛切ってきてますんで、よろしくお願いします。